さっぱりしてるだけの感じじゃなくて、うん、なんかしっかり味も残るというか、うん、まあ確か幻感はあります。分厚めなのは大阪のスタイルみたいなのがあるんですか。そうですね、昔からね。やっぱ大阪ってことですよね、だから、うんうん、は？本日は箕面にやってきております。よいしょ、箕面。箕面やっぱ近所やし、ちょっとテンション上がりますね。テンション上がる。ちょっと都心を離れてまだちょっと違う雰囲気というか。いやね、なんかちょっとやっぱりこう住宅街で閑静な感じで、普段あんまり歩くことがないエリアやから。純喫茶コーヒーノブさんにやってまいりましたけれども、なんかもう外観からもうまず稲田ザ喫茶店、チャリも稲田ですね、うん、結構。まあ、早速入ってみましょうか。ここもこんにちは。こんにちは、失礼します。お邪魔します。よろしくお願いします。今日はお世話になります。はい。わ、すげえ。あ、時計がいっぱい。箕面の閑静な住宅街に店を構えるノブコーヒー。店内の至る所に飾られた振り子時計がお客さんを出迎えます。時計は1975年の創業時からマスターが趣味で集めているそう。一番古いやつは真ん中で大正です。大正、大正、うん、大正の終わりの時計です。へえ。ほんで右のやつが昭和の一番新しいやつ。新しいやつ、これが一番新しいやつ。やばすげえ。どこで皮張るんですか。いや、これはみんないただきます。あ、もう全部引っ越してなんやかんやで。ああ、もう、はい、自分のとこで使わへんくなったから。そうです、うん。やっぱりこうして集めてきたらもうね、捨てるのはもったいないしという感じで全部いただきますね。メンテナンスとかも大変。ん、メンテナンスとかも大変。もうほとんどね、1年に1回ちょっと油差しぐらいで。へえ、丈夫。うん、すごいっすね。だからまあ100年も持つんですけどね。100年やばいな。まだまだ、うん、まだまだいきますか、これ切れない限りは。はい。気になってるんですけど、はい、幻の、あ、これね、カロシってインドネシアのちょっと珍しいコーヒーなんですよ。へー、うん、うわ、どうしよう。美味しいコーヒーです。あ、美味しいコーヒーですね。それでもうわ、はい、でも幻行きたいな。どうぞ。じゃあ僕はあの幻のカロシ、はい、カロシです。はい、はい。なんかコーヒー以外もおすすめはあったりしますか。コーヒー以外のおすすめね、うーん、コーヒーね、ちょっと面白いんだったらミックスジュースが面白いですね。大阪名物。大阪名物、はいはい、じゃあぜひミックスジュースを、じゃあ僕はいただきたいと思います、はい、カロシとミックスジュース、はい、わかりました。お願いします。はい、ご飯も美味しそうですよ。呼ばれましたよどれ、これが言った、今これか。そうっすね、30分ごとに言ってくれるのかな。どうでしょう、15分ごとかもしれないです。あの15分待ちます、僕はおどれがなったか当てましょうよ。今なったのはどれか、選手権。あれ、じゃあ大正のやつじゃん。俺昭和のやつだと思うんですけどね。全く分かんないですね。分からへんな。はい、あ、コーヒーの方は、はい、ありがとうございます。いい、いや、うまっす、やっぱ。おお、これは非常に、はい、食べてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これはこうシャーベットですよね。シャーベットです。ちょっとなかなかないスタイルの。そうですね、この手のスタイルはないですね。あのですよね、はい、なんか結構氷砕いて入れるか、氷普通に入ってるかぐらいの。そうです、薄めるかだけですから、はいはい。凍らせたみかん、桃、パイナップルを牛乳とともにミキサーに。そこへシャーベット状のミックスフルーツを乗せて仕上げます。ではいただきます。はい、うん、めちゃくちゃ美味しいです。果物の味がしっかりしましてあのシャリシャリ感とこのドロッと感がめちゃくちゃちょうどいい。普通だったらもう
柔らかいね、うん、感じですけどね。幻のコーヒーじゃどうですかね。あ、美味しい。なんかどっちかというと酸味の強い感じ。そうです。でもコクもありますね。バランスの取れたコーヒーなんですよこれは。あ、結構めっちゃ美味しい。なんかそのさっぱりしてるだけの感じじゃなくて、うん、なんかしっかり味も残るというか、うん、インドネシアのカロシ地方で生産される豆で数が少ないことから幻のコーヒーと呼ばれるそう。コーヒーはサイフォンで抽出、均一の味が出せると創業当時から変わらないスタイル。でもまあ確かに幻感はありますね。まあ大概あのコーヒーというのはやっぱり嗜好品ですから、やっぱりその人に口とよって合う合わないがありますからね、うんうん、ある程度のね、うん、幅はありますけど、ね、そうですね、はい。あ、時計の魅力は何かありますか。そうですね、まあこの音ですね、はい、静かな音が入ってくる。確かに、うん、なんかその同じ時を刻んでるけどちょっとずつなんか違う。全部音は違いますね、うん、鳴る音と刻む音とリズムも全部違ってくる、うん、だからそういうのをミックスして聴いてたらアナログですから嫌にならない、うん、あー、うん、なるほど。そこがまた面白いところですね。いいですね、うん、音楽やらせてもらってるんですけど、はい、なんかあのやっぱそのアナログの良さみたいなのを結構やっぱり喋ったりするので、はいはい、なんかそういうところにもちょっとヒントがありそうな、うん、じゃあここらでおすすめのフードがあります。あ、はい、そうですね、まあハム、うん、これトーストかハムチーズトーストかってどちらかになりますね。ちょっと、はい、じゃあハムチーズトーストいただいてもいいですか。そうですか、はい、わかりました。お願いします、はい、お願いいたします、はい。ありがとうございます。いや美味しそう。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん、来ました、はい、ハムチーズトースト。あ、めっちゃいいんですよ。いい匂いですね。じゃあいただいてみます。熱、はい、いと気をつけて。 ありがとうございます。うん、美味しいです。ほんまに喫茶店でいただくトースト分厚いですね、うん、そうですね、分厚めで。あ、ふっくり、うん、いいですね。やっぱりこのハムとチーズの組み合わせと、うまー、うん、間違いないやつです、これは、うん、うん、分厚めなのは大阪のスタイルみたいなのがあるんですか。そうですね、昔からね、はい、まあ、やっぱ大阪ってことですよね、だから、うん、うん、はすいません、違いました。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でお二人の話を聞いていきます。普段からやってしまう癖とかそういうのありますか。でもなんか何かとこうリズムに乗ってるかもしれないですね。なんかそういう音が流れてたりするとすぐこういう感じで、うん、電車の中とかでも自分が聞いてるものに合わせてやっちゃったりっていうのは癖であるかと思います。あとなんかこう機材でこうなんかこうビートを作るときにこうポンポンって押すんですけど、なんかその流れてるのに合わせてこうやるのも癖でやりがちですね。韻をちょっと考えてしまうとかそういうのもでもそうです。僕はそんなにやる方じゃないんですけど、あのかの有名な R 指定大先生は電車とかで横、昔電車とかで横乗ってるときずっとブツブツなんか言ってんすよねって言ってて、その何してんのすかって言ったら、あ、ごめんちょっと韻考えてたって言われたことあります本物やんと思って